前回ムンク紹介したわけですね。でムンクは精神異常の時期があったというふうに言われていたわけですけれども、ムンクとほぼ同じ時代でした。ゴッホが生きた時代はだからほぼ同じ時代にムンク同様に精神異常で知られた画家がいました。ゴッホなわけですね。久山さん、はい、これゴッホの自画像ですね。ゴッホはですね、43枚自画像を描いてるんですよ。彼は1500点以上作品を残してるんですけども、その中で43点自画像を描いてるってことになると結構割合としては高いですよね。自画像の割合としてはね、それはよく知られてるものの何枚か知られてるのがあるんですけども、よく知られてるのがこの絵なんですけど、見たことありますか？はい、見たことでね、なんかここにね、ついてんだけどね、はい、これは何だと思います？これは右を、はい、自分の中に切っちゃったんでしたっけ？右の毛がすっと。ということは、これは 何ですか、これは。何に見えますか？包帯というか、ガーゼというか。ガーゼですね。多分ガーゼだと思うんです。ガーゼで耳をこう押さえていますね。上野さん、なぜガーゼがここについてるの？同じくらいの本を読んだんですけど、はい、耳を切って自分で切って、あれかリストカットみたいに自分自覚的に切っちゃったのかね。そうだったんですね。石田さんどうですか？その辺のエピソード知らないかな。耳を切ったこと自体ですか？うん、なぜゴッホは耳を切っちゃったの？そうですよね。ゴーギャンとの一件があって、その際に切っちゃったわけですけど、これはまあね、その辺までちょっと知ってないと面白くないかなっていうところなんですけど、この絵はですね、耳を切った自画像という、そういうタイトルなんですよ。耳を切った自画像。何枚か耳を切った自画像ってのありますけれども、ゴッホは絵描き仲間のね、ゴーギャンとの共同生活を、アルルで始めたわけですね。一緒にアトリエを共有したりして、一緒にアルルで絵を描きましょうよということで誘ったらゴーギャンが来たんですよね。じゃあ行くよって来たんですね。で、すでにその頃ですね、ゴッホの精神異常が始まっていて、ゴーギャンがもう俺はお前と一緒にその絵描いてするの嫌なんだとか、なんかそういうふうに言い出した時期がありまして、そうした時にゴーギャンがゴーギャンに向かってカミソリでですね、ゴッホに切りかかってしまったことがあったんですね。で、その後でゴッホははっと気づいて後悔、すごく後悔したんですけれども、その償いの意味で自分の耳たぶを切り落としてゴーギャンに送ろうとしたんですよ。耳を切り落として、なんでそれが償いになるかよくわかんないんですけれども、その時の絵なんですね。まあ、そのことがあって唯一の友達であったゴーギャンはアルルを去ってしまったんですけど、まあ、ただね、耳切り事件と言われてるんだけど、耳を切るというのはここから全部こう耳を落としちゃったみたいなイメージがあるんだけど、そうではないんですって。耳たぶのね、柔らかいところ先っぽだけちょこっと切ってね、こうしてくれしたという、まあそのぐらいだったらしいんですけども、でもまあそれなりにですね、怪我をした形になってますので、こういうふうになってるんですね。で、ゴッホの精神異常はその後だんだんエスカレートしてきてですね、サンレミという町の精神病院に入れられることになったわけですよね。雨？あ、8時。どうした？
例えば行くんだよ。精神病院にね、あのままこのままではね、周りがその迷惑だっていうことで、それで入れさせられちゃったんですね。それで、入ってから絵を描き続けたわけです。精神病院の中で、僕はずっと絵を描いていました。ここではあまりたくさんの作品を見せるというよりも、ゴッホの作品はある程度皆さんご存知だろうなっていうことを前提にしてお話をしようと思っていますね。それでですね、うねうねです。問題はですね、ゴッホのうねうね作品のことを考えてみましょうということなんですけれども、先ほどの自画像はそんなに、強烈ではなかったんですけども、この絵になりますとね、もう相当このタッチのうねりがですね、強烈に出てきていますよね。で、これが描かれた、この絵が描かれた時期をゴッホのサンレミ時代と呼ぶわけですけれども、その時代の代表作って言われるのがこの絵なんですね。でタイトルは星月夜ですね。で73センチ ×93 センチですから、そんなに大きな画面ではないんです。 73×93 センチですね。これはももになったかな。で画面左下こちらですね、ここにはですね、大きな糸杉です。糸杉、これを持って、これは糸杉はこんな形をしていますよね。流れが大きくうねった形の糸杉です。それからこれが炎のようにですね、揺らめいているとちょっと不安定感を感じますね。あと、背景にあるこれは山です。山と街並みですね。そして雲ですね。これは多分星でしょうね。タイトルは星月夜ですから、これで夜を描いていて、これが月ですね。三日月と言っていいかな。月があって星があって雲があって、もううんとうねってるぞっていうのがあります。画面のほとんどのものが大きなうねりの中に巻き込まれているって感じがしますけれども、ちょっとそれでですね、探してみてください。画面の中でね、揺れ動かないものがあります。画面の中で揺れていないものがあるんですけど、それは何でしょうか。佐山さん、はい、画面の中で揺れていないものがあるんですけども、はい、この辺揺れてるでしょうか。揺れてますね。この辺もタッチがあるから揺れてますね。揺れてないものプシッと描いてる。建物のどの辺ですか。ピンって塔みたいな。これは何でしょう。教会かな。はい、教会だけは揺れてない。他のものはもう揺れちゃってる。そういう風な画面ですね。中央の空に向かってそびえ立っている教会だけが動かないでいるっていう、そういう画面ですね。でね、こうしたうねるような表現っていうものは、これはいつの間にゴッホはですね、いわゆる点描法みたいな形のことをやったことがありましたけれども、それが激しくなってきてるんですけれども、いわゆるゴッホが意識的に作り出した造形的な表現だって言われる場合が多いわけですけれども、一つには別の観点からいくとですね、これは精神病患者特有のね、サイクレスという現象、視覚的な現象だとも言われているわけです。ゴッホという人は転換性の精神病だったですね。でこの場合のこういう転換性の朦朧状態に陥ると、視覚的、目で見える方ですね、目で見る方の異常状態になるっていうことなんですね。それはつまり
視覚、見えてるところの焦点が定まらずに、まあ、この場合ですと夜空にきらめく星とか月なんかこうブワーって光ってるわけですね。その光り輝いているものが異常に強烈に意識されて、光を中心として幾重にもね光の輪が、滲んで見えてしまうっていう、そういう現象に陥るっていう、それがサイフレスという、転換性特有の視覚的な症状だというふうに言われもするわけなんですね。まあね、私たちの経験でもね、酔っ払っちゃうとですね、周りがめまいのようにぐるぐる回るという、そういう現象がありますね。あるいはその二日酔いの翌朝はですね、眩しいというか、非常にこの目がなんかこうシバシバしてしまうという、そういうようなことがあります。それによく似た現象だということなんですね。まあ、そういう現象がですね、病的に発生していた。この絵はそうしたゴッホのサイフレス症状を描いたものだとも言われているわけですよ。ですね、ムンクが幻聴を聞いた。耳で、彼の精神病の特有の症状というのは耳で幻覚を聞いたと。幻聴だったわけですね。ゴッホの場合には視覚的にそれがブワーッとこう、うねるような形での光の強力な光として感じられるということだった要素があるらしいんですね。ということは、彼が造形的に単に作り出した表現というよりも、彼が見ていた世界なんですよ、これは。実は。こういうふうに彼にとって見えてるわけですよ。見えた、精神病の症状が出た時にね。そういうふうに言うことができるのかなって思いますよね。単なる造形だけじゃない。それでですね、ゴッホにとって、教会が揺れてないっていうのは、唯一、教会こそが彼が生きている現実の中での救いじゃなかったのかって考えられるわけですね。ゴッホにとってすがりつくものは教会しかなかったんじゃないのかな。だから揺れてないのかもしれない。そういうふうに思いますね。この時期、これも糸杉です。糸杉はこの辺にも結構ありますよね。ゴッホの絵には糸杉がこの時期盛んに描かれているわけですね。で、糸杉っていうのは西洋では墓場に植えてある、お墓に植えてある木なんですね。だからゴッホが糸杉を描くようになったっていうことは、彼自身、自分の死が近づいていることを予感していたのだろうとも言われています。ゴッホはね、入院している間も、平成の時、と発作を起こすことを繰り返してたんですね。正気に戻ることがあるし、そしてまた、症状が出ることがあるわけですね。ずっと発作が起きて苦しんでる、苦しんでるっていうか、ずっと発作が起きてるんだったらば、まだ楽なのかもしれないけども、正常に戻ることが結構あるわけですよ。そうすると発作を起こしたことに対する自分の、対する責めっていうかな、ことが非常につらい、苦しいんだっていうことですね。だから発作が起きますとですね、その発作の苦しさとか、あるいは非常に恐怖心に襲われて、そこから逃避しようとした。しかし、そこから逃げ出すためにはもう死ぬしかないわけですから、だから自殺をしようとしたわけですね。で、彼はですね、自殺のためにですね、絵の具を飲み込んだり、あるいはランプの石油を飲み込んだり、あるいは、まあ、毒を探して飲もうとした。そういうことをしょっちゅう繰り返していたわけですね。で、まあ、正気に戻るわけですけども、正気に戻ったときには、ゴッホは朝から晩までひたすら絵を描いた。で、絵を描くことだけが彼にとっての救いだったんですね。だから、ゴッホにとって絵を描くということは、その癒しなんですよ。自分をその救うために絵を描いたということですね。人に見せるわけじゃないんですね。まあ、したがってこの時期のゴッホの制作した絵の数はものすごい量であったわけですね。カラスの舞い立つ麦畑っていう横長の画面ですね。これはゴッホが最後に描いたものです。一番最後の絵ですね。
でこの絵を描いた後、ゴッホは野原に出かけて行ってピストルで胸を打って自殺をしたわけですね。でもまあゴッホの不幸なところっていうのはピストル自殺によっても死ねなかったところにあるわけです。でゴッホが死んだのはその2日後なんですね。胸を自分で打っても死ねなかったゴッホはですね、の普段使っていた宿まで歩いて戻ってきて自分の部屋のベッドに横たわっていたんですね。で宿の主人たちはですね、なんかゴッホさんは様子おかしいぞって気がついてですね、2日間手当てしたわけですけども、そのうちに死んだということになります。で最後の最後までゴッホは非常に悲しい生き方をした人なんですね。ゴッホの、生涯を、ね、簡単にまとめてみました。これが1853年牧師の長男として生まれたわけですね。それで死んだのが37歳です。1890年ですね。で37歳の、人生だったわけですけども、彼の生涯を見てみるとですね、若い頃にですね、美術商、まあ、知り合いのところに勤めたわけですけれども、まあ、あの雰囲気ですから仕事はあまりね、商人には向かないですね。その後語学教師を務めたり、まあ、イギリス行ったりなんかして、まあ、書店に勤めて、それからあと僕シミナリアをしたりなんかしてですね、いろんなことやっていました。私から26歳までありましたね。そしていろんなところ全部挫折しちゃうわけですよ。転々として挫折をして、結局まあ自分の映画を目指そうというふうになってしまったんですね。もちろん経済的には自立できませんから、この間はずっと弟テオという弟の資金的な援助をずっと受けていたわけですよね。彼はですね、1400ぐらい絵を描いた中で生きてる間に売れたのが1点ですからね。あとは一切売れなかったわけです。かといってゴッホは自分ではね、絵が売れることをもうひたすら願っていたんですよ。手本の絵じゃなくて自分が絵描きとして画家として生きていけるようになりたいってずっと願ってたんだけども、誰も買ってくれなかった。一人だけ、買ってもらったという、そういう、画家ではないですね。そしたらね、これでですね、35歳になった時に、ある家へ移住したわけなんですけど、大体ゴッホの有名な作品というものはこの時に150点くらいですね。35歳から37歳、35、36、37、この3年間です。この3年間の間にゴッホの作品、有名な作品というものは全部こだわりなんですよ。死ぬ3年間の前に書かれたものがゴッホの作品です。あとはもっと暗いですね、バレエ賞を食べる人々とかね、あとスケッチとか、そういうものばっかりしか残ってないんですよ。ですから、ゴッホの有名な作品はこの3年間に全部凝縮しているということなんですよね。実質、彼は10年間、絵を描くという生活に、行ったんですけれども、概略で2000点か、油絵は900点、で、このアルルで190点、ここで190点、3年間で作りましたね。生前売れたのは1点のみという。そういう悲しい人生ですね。一昨年ぐらいでしたっけ、札幌の近代美術館にゴッホの作品が来ると来たというんで結構人が並んでましたよね。もっと前だったっけ。この時にですね、ポスターがあったんですね。ゴッホの自画像が載ってましたけど、それがまたね、ダサ作の自画像だったんですよ。それ見てね、これをポスターにするんだから、それ以外の作品はどんなにひどいものが来てるんだろうかなって僕は思ってたんですよ。でもね、あそこの前車が僕が通ったことあったんですけど、人がいっぱいいるわけで、人たちがいっぱい並んでたんですけどね。案の定後で話聞いてみるとね、あれはひどかったと、あの手の中がひどかったと言ってましたけれども、ただゴッホの作品が来ればね、とにかく人は入ります。みんな知ってるし、でも綺麗な絵じゃないですから、何のために、なぜみんなゴッホの作品が来たら見に行くんだろうかなって思います、思うと、これはね、多分ね、ゴッホっていうのはね、すっごく悲しい苦しい生き方をした人だっていうのはね、みんな知ってるんですよ、大体ね、なんとなく知ってるんですよ。
その苦しい人の苦しい画面を見に行くんですよ。そう思います。綺麗な絵とか素敵な画面を、ね、見に行きたいっていう、そういう動機づけもあると思うんですけども、世界で一番悲しい画家なんですからね。歴史的にも悲しいのがゴッホですから、そういう絵描きさんというインプットされた情報の中でね、ゴッホの絵描き悲しい絵ぜひ見に行かなくちゃっていう、そういう気持ちで人々はゴッホの絵を見に行くんだろうなって思いますね。そして、まあ、同情するわけですね。ああこんなに不幸な人がいたんだなって同情する、まあ、それとそうしますとね、まあ、このゴッホの苦しさを挙げたらね、自分の苦しさなんてまだいいやって思えるかもしれない、そういうふうに言える人もいるかもしれませんけども、これもうねうねですよね。ゴッホ最後の自画像ですけども、まあ、この辺の表現になりますと、やっぱり正常 な、 あのなんかな人格を持っていないというのがもう見えてしまいますけれども、大変悲しいゴッホの人生というものがこの絵の中に詰まっているということだと思います。今ゴッホのうねうねはですね、単なる造形性というよりも精神病の症状という部分での要素というものが含まれていたんじゃないだろうかということを紹介したということですね。あ、出てきたね、大丈夫です。